生さんなんだから。ただいま、おじいちゃん。人間。おお、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから怪我をしてないから。で失敗しておった。この人誰？村長。頂上で何が起こったのじゃ。私は神を好き。そのような神を好き。ドラクエ11のキャラだわ、もうカミュー、カミュー一択。神の岩に宿りし、大地の朝森さんこんばんは。二人を守ってくださったのじゃろう。結構ドラクエ、うん、この世界ロトザカ。フォーはね、フォーのキャラね、フォーの女の子みんな好きだわ。分かったようじゃな。アリーナもミネアもマーニャも。お主らはまだまだ若い。主人公の女もまあ別に嫌いじゃない。この村を出て、ちなみに一番好きなのマーニャだ。かもしれんからな。あら、ビアンカが一番いいかも、ワンちゃん。無事成人の儀式は終えたよ。そう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 。デボラは髪の、まあ、会話がフローラより全然良かった。デボラの方が。魔物をバーバラが一択ですね。そんなことがあったんだね。かわいいかわいい。6だから6のキャラがね、やっぱね、ハッサンはちょっとあれなんだけど、6のキャラね、運命には素敵なんだよな。テリーもかっこいいしね。これを受け取りなさい。なになに、なんすか。うわ、綺麗。欲しい。あんたはね、愛がないと使えないよ、あのキャラは。バーバラも生まれ変わりなんだよ。なになに、デデン勇者の生まれ変わりだし。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってる。そう、バーバラもテリーもね、おじいちゃんずっと言ってた。見た目めっちゃいいんだけどさ。あんたが成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。デルカダール。そして王様にその首飾りを見せた時、デルカダールね、全てが明らかになるだろう。だからね、あんたは勇者の使命を果たすため、うんうん、この村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。どこで神と出会うんだっけ、これ。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。一緒なの？あなたが11何か信じられないわ。12でしょ、時系列。でもデルカダールに行けば全てが分かるのよね。じゃあね。そう、11、はあ、本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。忘れちゃダメだよ、あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。テオ、お主の祖父テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。勇者とは伝説の英雄。その昔大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。待って、どうしたん、なんかくれる、なんかくれそう。これ受け取って。昨日あなたが旅立つって聞いて、うん、急いで作ったの。犬を連れて行きたい。守りか。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、そのお守りをしっかり身につけていくのよ、はい、どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいてもこの村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね。あの色がいいの。待て、止まれ。
なんだお前やんのか。一体何の用ねえ、メタルライダーあんま確かに出ない。何？その首飾りを王に見せたいと思うんすか。あ、モーモンかわいいね、モーモン。わかった。待って俺。モコモコしてなんかこうメタルライダーもなるべく。いたのか忘れてたの。ファイブあんま記憶にないんだよな。いや私ファイブもやんなきゃいけなくてさ、ユウちゃんとあのデルカダール城へ。やったー、ホメロス。出たよ。ユグノワの首飾りか。もしそなたが本物の勇者であるなら。何何、捕らえられるとかじゃなかったっけこれ。怖い怖い怖い。技があるはず。怖い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 よ。やだよ。やだやだ。捕まえられる。うん。その技こそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。時に勇者よ。そなたはどこから来たのだ。そなたを育て上げた者に礼をせねばならん。やばいやばい。やばい。やばい。教えてくれぬか。はい。しかと聞きました。あのような渓谷地帯に。ちょっとだけ記憶にストーリーが残ってるのってやだね。ホメロス。あーってなって。分かっているな。あとは任せたぞ。まさか一人で乗り込んでくるとは。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。心得。心の声がする。こんなんだったね。牢屋に入れられちゃった。医師の村か。ね。お前の言ったことが真実か。三日もすればわかるだろう。カミュー、あれ。カミューの足あれ。牢屋に入れられたぐらいで。おろおろビクビクしやがって。しけた野郎だな。かっこいいな。お？なんだって？自分は何もしてない。ただ勇者と名乗っただけだと。マジか？こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。逃げよう一緒に。なんか来た。なんか来た。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。あっ、かっこいい。鍵持ってんやん。かわいそう。俺の前に勇者が現れるとはな。あのカミューのさ、カミューの子供の頃が、なんか子供の頃のゲームなんだけどさ、あれも結構面白かった。トレジャーズ、これコレクションしていくみたいなやつなんだけど、まあ私が好きなタイプのゲームみたいな感じ。トレジャーズ面白かった。殴っただけ。大丈夫？殺してはいない。ただ殺してないって。しばらく起きないだろうな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。はい。マルコは剣を置きとった。それからこれお前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいたさ。ありがとう、いいやつ。何も入ってない。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば100人に入れた。神はブーメラン使ってほしい。でもずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺はお前を助ける運命にあるらしいな。
誰の予言ですか。今は詳しく話してる時間はね。さあお前から先に行きな。